皆さんこんにちは。真実を語る黒子です。チャンネル登録10万人ありがとうございます。ということで、毎回言っていきますからね、これ。もう20万人になろうが30万人になろうが、チャンネル登録10万人ありがとうございますって言いますからね。はい。しつこくついてきてください。ということで本日はお便り会でございます。これ黒子結構好きなお便りでございます。皆様も楽しみながらお聞きください。それでは参りましょう。はじめまして、仮の名前でアコです。ホラー好きから転じて俗説に興味が出て、いつも楽しく拝見させていただいてます。動物についてのお話です。うちに父が小さい頃から住み着いているつがいのカラスがいます。通常だと夕方には一斉に山まで飛んで帰るんですが、つがいのその子たちだけはうちの庭で18時過ぎても遊んでいました。父も小さい時に不思議に思って観察していたら、やはり通常のカラスとは違い、朝早くから遅くまでずっと家におり、住み着いているんだなぁと、そのつがいのカラスについてのお話です。亡き祖母と父から昔から言われてたことがあります。カラスをいじめるな、バカとかも言うな、カラスに限らず動物もだ、罰が必ず当たると。現にうちのつがいのカラスをいじめたり、ちょっかいを出した近所の人たちが次々に大きな怪我や病気をしていたのだそうです。偶然が重なったとはいえタイミングが良すぎて、そう感じたかもしれませんが、実際父親もそこに出くわし、やめろと父は止めたそうです。後日その場にいたちょっかいを出した二人が大怪我と病気、その場にいたにもかかわらず、父は全く何もなかったエピソードがあります。そこから私の家に住み着いているカラスたちではなく動物をいじめるとたたりがあると部落内で伝わっている感じです。農作物にちょっかい出したりしてますが、父は住民だからな、こいつらはしょうがねえと笑ってます。決して悪く言いません。偶然の産物かはわかりませんが、蛇を殺すと同じような怪我などがあったそうです。なので決して父も亡き祖母も蛇が出ても殺しませんでした。うちの部落にそういった信仰があるわけではありません。ただ、動物をいじめるな、たたりがあるは根強くあります。そのきっかけとなっているであろう、つがいのカラスたちは今も元気にうちの庭で遊んでます。夕方に大勢のカラスたちが山に帰るのを庭で並んで眺めているのが何とも言えない光景です。父が小さい時からつがいでいますから、二代目なのかもしれません。俗説と言えるのかわかりませんが、ヤタガラスの動画を拝見して思い出したので、長文と乱文で失礼しました。寒いので体調に気をつけてください。これからも楽しみにしております。追伸関係ないですが、タバコの煙は魔除けになる。化かされたと思ったらタバコを蒸せばいいと幼い頃に誰かからか忘れましたが教えてもらったことがあります。はい、ということでアコさんからのお便りでございました。今回は動物について、その中でも小さな頃から住み着いているというつがいのカラスについてでございました。そもそもつがいというのは2匹で、一対になっていることでございまして、カラスのための言葉ではなくですね、つがいの蛇とか人でもつがいと言ったりしますよね。つがいのカラスが居ついていて、他のカラスは山に帰っていくけれども、このカラスはどうも家に帰らないと、住み着いているようだというところからお話が始まっております。亡き祖母とお父様から昔からカラスをいじめるな、バカとかも言うなと、そして動物全般にもそういうことはしてはいけませんよ、必ず罰が当たるよという教えが伝わっているということでございました。これなかなか興味深い家族内のしきたりですよね。もちろん広く一般的に動物をいじめるということは道徳的に良くないということは、日本国民であれば皆さんがよくご存知というか、当たり前の事実として周知されていることかとは思うんですけれども、特にこのつがいのカラスについてはダメだぞと戒められていたということでございます。カラスというのは、この動画の後半にも出てきましたが、以前、ヤタガラスの動画の中で世界各国のカラスにまつわる不思議な話というのも特集させていただいておりますが、概要欄からぜひ皆様そちらもご覧いただきたいところでございます。カラスはですね、多くの場合、神の使い、もしくは悪魔の使いとして描かれることが多くてですね、その見た目が一番の理由ですよね。真っ黒で黒い瞳をしていて、で、ややもすれば生き物のご遺体を食べていたりだとか、生ゴミを漁ったりだとか、ちょっと不吉な印象が強かったりしますよね。日本の中でもヤタガラスがいたりだとか、そういった意味で神話の中で良い姿も悪い姿も多々出てくるわけでございます。今回のこのお話、動物をいじめるとたたりがあるということで、たまたまご近所さんでしょうかね。お父様がやめろと止めたのにちょっかいを出し続けた2人が大怪我と病気になったというエピソードもありましたけれども、この動物のたたりというのは日本ではやはり根強く信じられておりますね。ポピュラーなところで言えばヘビ、そしてキツネ、あと珍しいところで言うとアリもその対象になったりするんですけれども、今回のこのカラスの話、なかなか面白かったと思うんですよ。で、カラスが神の使いに選ばれる、もしくは悪魔の使いに選ばれるという理由は先ほどお話しさせていただきましたけれども、皆様もなんかちょっと他の鳥と違うなって思うことありません？知能が高そうに感じるというか、人間をじっと見つめてくるような素振りがあったりだとか、変に人間になれやすかったりしますよね。そういう本能的なものというのは昔々から日本人は感じていたということの表れなんではないでしょうか。動物をいじめるなということに限らず、人間をいじめるのも良くないわけでございますけれども、昔こんな話を聞きまして、カラスと会話ができるおじさんというお話になるんですけれども、黒子がそのおじさんから話を聞いたわけではなくて、とある地域の方の伝承の中にカラスと会話ができるおじさんがおられまして、ある日カラスと世間話をしていると、そのうちの一匹のカラスがたまたま通りかかった人間の子供をいじめるんですよ。カーカーカーと言いながらいじめている。で、いじめて子供はついに泣き出してしまうというお話でございまして、で、そのカラスを見た別のカラスが、おいおい人間をいじめるとたたりがあるぞと言って戒めるという、完全に逆転している構造であったりいたします。こんな面白い逸話が出るのも、鳩とか、ひよことかではなくて、鶏とかではなくて、やはりカラスならではなんではないかなというふうに思う次第でございます。つがいのカラスということで、お父様が幼い頃からおられたということは、もしかしたら2代目かななんていうお話もありましたけれども、非常に興味深いお便りでございました。皆様もカラスにまつわるご自分の体験談とか、地域の噂話、伝承、その家で伝わっている言い伝えなどがありましたら、ぜひコメント欄等でお教えいただきたいというふうに思います。公式オンラインショップマロカレ堂にて公式グッズ好評販売中。はい、ということで本日はあこさんからのお便りでございました。概要欄に黒子がヤタガラスについてまとめた動画を貼っておきますので、そちらもご覧いただいて、世界各国のカラスの言われなんかも学んでみたら面白いかもしれません。はい、ということで本日の動画は以上でございます。概要欄から黒子の秘密基地、ホロバ、もしくはツイッター等々ですね、メインチャンネル以外でも活動しておりますので、そちらも合わせてご愛顧いただきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。